皆さん、おはようございます。マーティン、ダーミャク、ワイティンダケス。和製のディマジオといえば、小鶴誠さんです。シーズン最多150以上打点をマークした選手でございます。それを、まだ未だに破られてない記録でございます。その記録、すごいです。中日や、広島、松竹など活躍した小鶴誠さん。皆さんはご存知でしょうかその凄さはですね、やっぱり打撃ですね。打撃の面が本当にすごい。51ホームランと圧倒的やパワー、昭和初期になんとホームランを 打点を2冠獲得、その前は首位打者を獲得。足も速く、機動力も武器で、ガイアファーストどこでも守れる選手です。ベスナイン2度獲得したそうです。いやー、タイトル、ホルダー、本当にすごいです。その選手はですね、電動入りを果たしたそうでございます。往年の選手といえばやっぱり、小津誠さんを思い浮かべる人は何人かいると思います。いやー、これは脱毛としか言いようがございません。はい。果たして小津誠の記録を抜くのは、 どこで、どのチームで誰でしょうかお楽しみです。いやー、すごいです。驚異的です。以上です。バイバイ。